広陵中井監督、真鍋についてコメント。26日にあったプロ野球ドラフト会議で高校通算62本塁打を誇る広陵高広島の真鍋慶内野手が指名漏れした。同校の会議室で中井監督とテレビで見守っていたが、余韻までに指名されなかったのを見届けて退席した。本人に代わって取材対応をした中井監督は、各球団には担当スカウトを通じて3位までの順位縛りをしていたと説明。その上で、本人をはじめ自分もその順位までに指名されると思っていた、本人は大ショックと思う、退席後本人にはこれが現実、悔しかったら頑張るしかないと話すと頷いていたと明かした。衝撃やは Y も外れ1位であると思っていたし、正直5位指名あったと思うで。真鍋ってなんで漏れたん、ドライチ有力やなかった、しゃあない、進学してもプロの道はあるから諦めなさんな、4位以下なら十分あっただろうけど、宣言してるんじゃどこも行かないのは分かりきってたこと、進学先で力づけて戻ってこい。 Y は高卒より大卒野手を信頼してるわ、4年後牧やさとてるみたいになって堂々とプロ入りしてくれ、4か5ならってチームあったろうにな、この先まだチャンスあるから見返すくらいの気持ちでまた頑張ってや、応援してるで。叩いてるわけじゃないけど、なんで上位で指名されると思ったのかは知りたい、自己評価が高すぎたんじゃないのかね。広島のスカウトだかが言ってた上位クラスではないってのプロの共通認識やったんやな。